発覚、とんでもない証拠来ました。あの未来の総理候補、やっぱり何かがおかしい。オーストラリア在住の自称日本人女性インフルエンサーが大炎上しています。 各種 SNS で日本人女性と子供を作れば補助金1000万とビザがもらえるとみんなで日本に移住して日本助けてくださいというとんでもない発言がついに多くの日本人にバレましてこの人の発言をやめさせろと多くの日本人が怒りに震えています彼女自称日本人っていう話動画の中でパスポート出したんですよこれ日本のパスポートがまあナパールって書いてあるっていう話を私もしたんですけど実はこれがですね今インターネット上でパスポート いや、これ鏡に反転してるだけだけどねく,っく,っくん、クンくんパナッパっってことですよねお前のせいだよ、これま、彼女が日本人だったら、それはそれでやばいし、そうじゃないんだとしたら、いわゆる日本下げの、ま、発言で、やっぱりあの国はっていう話になってきます。どちらでもやめさせるべきなんですけど、あるとんでもない証拠が出てきました。 彼女って食レポもやるんですけど、ラーメン食ってたんですよ。まあ日本といえばラーメンじゃないですか。で、それ海外の人向けに食べてるんで、まあこうやってラーメン食べてるんですけど、すすれないから、スプーンとフォークでくるくるくるって巻いて、パスタみたいに食ってるんですよ。あれみたいな。あの国の人は確か、スプーンとかフォークとかめっちゃ使うイメージャー <laughs> この話と総裁選何の関係があんねんこの歯並び野郎って今見てるあなた思ってるかもしれません実はこれ大いにあるんです来月に行われる自民党総裁選未来の総理大臣を決める事実上の頂上決戦で現在10人以上の候補者が名乗りを上げていますが突如としてマスメディアに担がれるように出てきたある人物の 裏の側面っていうのが今暴かれつつあるっていう話。それが、タカホーク。いや、誰やねんタカホークってお前。これ毎日がエブリデーみたいになっとらないか。ホークスファンの話でございます。<laughs> ま、彼ね、もともと財務官僚で、東大出身で、当選回数も複数重ねた、実はめちゃくちゃ有能な人物なんですけど、 これまでは自民党の著名な人物の、まあ、影に隠れるように表には出てきてなかったんですよ。なぜか急に出てきた。その理由が何なのかって話なんですよ。余談ですけど、2021年に衆院選に出た時に、千葉県の選挙区支部が、この高報君に対して事務所を無償提供したらしいんですよ。この28万円が収支報告書に記載されてなかったことが判明しました。まあ、これね、28万円って正直些細な金額で、こんなことごときで、 あげつらってたら全員政治家いなくなるって話なんですけど、まあ今時の人なんで、こうやって今足を救われつつあると、ちなみに彼の奥様も著名な弁護士なんですけど、いわゆる人権派の弁護士をされてて、彼女が講師を務めるあるスクールがあるんですけど、そこにいらっしゃる方々がなかなかに左派的な人が多くて、あれみたいな。一応タカホークさんは、まあ保守派として、まあ現在、 まあ、マスメディアとかにも押されてる人物なんですけど、果たしてそれはそうなのかなってことなんです。で、まあ、これらのことは、あくまでも上げ足を取ってるだけで、さほど問題ではないです。なぜ彼が今回総裁選に名乗りを上げたのか、その理由っていう話なんですけど、もともとタカホークさんって、高市早苗さんの番頭として鳴らした人物で、そんなものありませんけど、高市グループに所属してたんですよね。 これを割ってまで出てきたのは、実は高市さなえさんの票を割るために出たっていう説があるんですよ。高市さんの元推薦人ですからね。その票を割ることで誰が得すんねんって話なんです。ちなみにマスメディアが選ぶ絶対に総理になってほしくない総裁候補ランキング。ダントツ1位が高市さなえさんです。これなんでかわかります過去総務大臣時代に NHK 法の改正を行い、今までタブーとされていた、やりたい放題のメディアに対して、政府が手こ入れできる前例を作った人物だからです。これね、NHK にやったってことは、後に民放にも来るってことで、だからマスメディアに高市さんめちゃめちゃ嫌われてるわけ。だからこそ、彼女の推薦人だった高ホークを、今回出馬させて、票を割らせることで、高市さんを絶対に当選させないっていう話なんですよ。その結果 結果、現在ダントツ人気1位のビニール袋の化身がビニールします。ビニールすな三代続く政治家の家系で総理大臣も排出したエリート中のエリート。父親は優勢民営化を成しましたが、それと代償に多くのものをかの国に渡したと言われています。そして、その息子である、息子であるこの男は、 一体何を日本から奪っていくのか。彼は関東の某私立大学出身なんですよ。まあ、お世辞にも偏差値が高いとは言えない大学出身なんですよ。別にそれはいいと思ってるんですけど。 彼は大学卒業後、アメリカのコロンビア大学の大学院に入学してるんです。コロンビア大学は、いわゆるアイビーリーグと呼ばれる、アメリカの名門中の名門大学群の一つで、なんなら東大に入るより難しいって言われてる大学なわけです。なぜ、日本ではうだつの上がらなかった彼がコロンビア大学に進学できたのか。それはもちろん、お父さんの力っていうのも強いんですけど、 もっと別の目的がありました。彼は大学留学時にあるシンクタンクの研究員として所属してたんですよ。それが c ー i s、IS、戦略国際問題研究所と呼ばれるところで、これ民間企業と言いつつ、実はいわゆる C に関する民間人員の育成機関だって言われてるんですよ。実はここに入るためにビニールは アメリカに留学し、この研究機関に所属したって話なんです。実はこの流れって、今回総裁選に出てる、ある人物と同じルートを辿っているんです。それが、端子の化身。端子太郎で知らない知らない。<laughs> 怒られるぞ、お前そろそろ。タンシマンは、まあ、慶応大学出身なんですけど、彼も大学卒業後アメリカに留学してるんです。その大学っていうのが、実は、イエス遣いが創立に深く関係しているという大学で、ここも同じく民間の諜報機関 C の人員を育てる機関があるって言われてるんです。他の国は 誰がなってもいいように多くの手を作っています。本来だったら端子ちゃんが次の順番だったかもしれませんが、実はアメリカで大きな異変があり、一足飛びにこのビニールを総理にしようとしてるって話なんですよ。アメリカの大統領選、とんでもない激震が走ったんですよ。トランプ大統領、カマラ・ハリスさんと、 激しい戦いを続けてますけど、実は第3の人物がいると。それが JF ケネディ大統領の老いの RFK。彼はケネディの意志を継ぐ人物として有望視されてましたけど、民主党からは出馬しなかったんですよね。そんな彼が実はこの度、選挙戦撤退し、トランプさんの応援に回るって言ったんですよ。実はこれ日本のニュースではあまり流れてないんですけど、とんでもない出来事です。 ケネディ家は歴史のまだ浅いアメリカ国にとっては名門中の名門である意味でアメリカの天皇家とも呼べる偉大な一族だと言われていて ま、民主党オブ民主党なわけですよ。そんな彼がトランプさんについたっていうのは、もうこれアメリカ人に最後の選択を迫ってるってことなんですよ。まあ、トランプさんっていうとゴリゴリの共和党主義者しか支持者がいないイメージがあると思うんですけど、実際はそんなことなくて、アフリカ系アメリカ人やアジア系アメリカ人の支持者もたくさんいるんですよ。 本来はそれ民主党の受け皿だったわけです。でも今回このケネディさんがトランプ陣営に入ったことによって大きく旗色が変わるであろうと。一応マスメディアはカマラ・ハリスさんが超優勢であるって変更報道で何とかしようとしてますけど、まあこれ無理があるであろうと。これトランプさんが誕生したことを見据えて 日本の総理大臣を誰にするかっていうのはめちゃくちゃ重要な話でその中で言うことを聞き力もある人物をそこに据えようとしてるっていう話なんです今回の総裁選は実は世界的にもめちゃくちゃ注目されていてタカホークさんがなぜ急に出馬したのかそれはタカイチさんを落とすためなんですね 高市さないさんマスメディアにめちゃめちゃ嫌われてるって言ってたじゃないですか。これってトランプさんとすごい似てるわけなんで。もし高市さないさんが総理大臣になったら、もう世界は彼らの手元から離れてしまうから。それを恐れているんですね。まあビニール袋さんね。ここ数年、とぼけたキャラクター、天然みたいな感じで、ちょっといじられキャラみたいになってました。でもこれが功を奏して、あの人はいい人そうだ。犬に好かれるのはいい人だっていう、 民衆の声がたくさんあるんだそうですでもこれもちろんイメージ戦略通りこのために彼は今までやってきたわけですそしてついにパンドラの箱が 開かれるであろう。時折、ビニールさんは、その闇の顔を見せる時があります。数年前、上昇しない日本の人口に対して、こんなことを言ってるんです。やる気のない1億2000万人より、やる気のある6000万人の人口の方がいいじゃないですかって言ったんですよ。あれ、人口のお減らしを容認した発言で、実はこんなやばいことも過去に言ってるんです。そして、 グローバリストたちの最終目標は世界の人口を10億人まで減らすって話なんです。実はこの路線にバッチリ乗ってるのがビニールマンであり、だからこそ突如次期総理候補として現在あの日に向かって行ってるんです。アレミナティカードにビニール新次郎さんみたいな人が 出てるっていう。私もよく動画で話題にしてますけど、アレミナティカードのゴールと呼ばれるカードがあるんですよ。それがこれです。これなんて書いてあるかっていうと、人口削減なんです。これ、彼らの目的が何かっていうのがここにバッチリ書いてあって、これからの これ。ということは、次期総裁選で誰がなるかっていうのはめちゃくちゃ重要だっていうのが分かっていただけたと思う。オーストラリア在住の日本人女性インフルエンサーが一番最初にしました。これが総裁選に関わってるって言いました。これなんでかっていうと、この人口6000人まで減らして、じゃあ労働力どうすんのって話じゃないですか。それは、 他の国から持ってくるわけです。そう、彼女の発言っていうのは将来的な移民政策を暗示してるんですよ。ただのインフルエンサーの大炎上なんかではなくて、実は彼らが1枚も2枚も噛んでる可能性あり、私はそのように思ってて、あの発言は絶対に許しちゃいけないし、次期総裁選、誰がなるか、 楽しみですね。ということで、ハロー YouTube 下ネツさんのニュースの猫カバンにはもねトンプカメラです。おかれしまいた。こやっキーとコラボしてほしい人コーダー。ワンピース大好きで、あの、コヤキーチャンネルも昔から見てるんですけど、そんなこやっキーさんとコラボしてほしい、まあ。もしかしたら過去にやってるかもしれないけど、もう一回見たい。それが、泥ピザちゃんです。全部、辻褄が合うんです。 泥ピザのピザちゃんの中では大事や。この人はピザちゃんではない。全米が泣いたやつ。いや、ちょ、待って、待って、待って。なんだ、このバスケット要素。いける。いける。バスケがしたいですよね。て、て、れ,れ,れ,れ、れ,れ,れ,れ、れ,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 れ。て、れ、れ、れ。て、こと、何回見ても泣けるから。みんなも見てっちゃう。う